主様、大変申し上げにくいのですが、もうお金がございません。故郷を出立する際に長老よりロギンを頂戴したのですが、さすがに底をついてしまいました。ランドソルは都会でございますしね、物価が高いのです。それでもなんとかやりくりして安宿を探したり、自前で食材を調達したり頑張って節約しておりましたけれど、もうお財布が空っぽでございます。なので主様、私働きに出てもよろしいでしょうか。なるべく主様のもとを離れて行動したくはございませんが、私お仕事を探して賃金を頂戴し、生活費に充てたいと考えているのです。主様はごゆるりとお心のままにその辺で遊ぶなり、おいしいものを食べるなりしてくださいまし。これは本日のお小遣いでございます。どうぞ。それでは失礼いたします。夕刻には宿に戻りますので。いかがいたしました、主様。顔色がすぐれないようでございますね。慣れない環境でしょうし、体調を崩されたのでしょうか。心配です。それともお小遣いが足りませんでしたか。すみません、先ほど渡したのが残りの手持ちのお金のすべてなのです。うーむ、仕方ありません。私の装飾品などを売ってお金に換えてきますね。主様、急に抱き寄せられては困ります。公衆の面前でございますから。いかがしましたか。私がそばにいないと心細いのでしょうか。ふむ、主様も働きたいと。労働などの苦役はすべて私が担いたいのですけれど、人に働かせて自分だけ遊ぶのも罪悪感がございますか。それが主様のお気持ちでしたら私は尊重いたします。主様はお優しい方。二人で稼いだ方が効率的でございますしね。ではそうしましょうか。この広場に求人情報などが貼り出された掲示板があるはずでございます。その掲示板にて私、良い感じのお仕事を探そうかと考えております。そんな方向で主様も構いませんでしょうか。では早速。ああ、あれです、あちらが九段の掲示板でございますね。ございますか。かなり派手に転倒したようですが。あいたたた。ああ、ごめんなさい。大丈夫です。ご心配なく。えへへ、張り紙をしようとして踏み台の上で背伸びしてたら、うっかりバランスを崩しちゃいました。ダメですね。スズメったらドジで。
スズメ。あや、これはこれは。ご無沙汰しております。なんだか恥ずかしいところを見られちゃいましたね。主様、お知り合いの方でございますか？あ、はい。この方には以前ちょっぴり親切にしていただいたんですよ。こちらの子は、あなたの妹さんでしょうか？やーだー、かわいいですね。お嬢ちゃんおいくつ？今日はお兄ちゃんとデートですか？妹ではございません。主様にお仕えしているコッコロと申します。そうですか。では私と同じような感じなんですね。同じというと、スズメ様も主様にお仕えを？いや、違うんです。ごめんなさい、説明が下手で。私はご覧の通りのしがないメイドなんですけどね。とある高貴な方にお仕えしてるんです。今もお嬢様、その方のお使いでお仕事を手伝ってくれる人を探してたんですよ。見てください、これ頑張って作った求人の張り紙。ふむ、引っ越しのお手伝いですか？荷物の梱包とできればそれを運搬する馬車の護衛も。簡単なお仕事ですけれど、かなり破格の報酬でございますね。うちのお嬢様は基本的にドケチ、倹約家なんですが、お金を使うべき時には大盤振る舞いしがちなんです。この掲示板に用があったんですよね。職探しをしているなら、よろしければこのお仕事を受けていただけませんか？もちろんご都合が合えばって感じですけど、全然知らない人よりは面識のある人に頼んだ方が安心ですから。ほうも、渡りに船ではありますし、かなり条件もいいのでお引き受けしてもよろしいのですけれど、私の一存では決められません。どうしますか、主様？え、どういうことでしょう？ああ、先ほどスズメ様が転んだ拍子に主様に馬乗りになっていらっしゃいますね。崩してまた転びましたね。もはや馬乗りどころか、主様と絡み合って寝そべっている感じに。本当にドジな方なのですね。これでは荷運びなどには苦労するでしょうし、確かにお手伝いが必要かもしれません。メインストーリーはノーマルクエストをクリアすると続きを見られます。では主様の記憶を取り戻すべく冒険の旅に戻ることとしましょう。